ともくんチャンネルです。はい、今回は、これ、約1年ほど前かなに、僕のね、ちょっと、兄からプレゼントしていただいた、キットなんですけど、これは、どっちもね、富士見さんのキットで、まあ、一つは峠シリーズです。はい。峠シリーズの、これは AE111 のレビン BZG ですね。はい。になってて、こっちはね、普通の、はい。普通の、富士見さんのキットのやつですね。スプリンタートレノの BZG なんですけど、中身は同じです。はい。色違いだけで、まあ、このね、レビンとトレノっていうのは、グリルのとこですね。グリルのとこと、このバンパーの一部ですね。はい。のとこと、で、トレノと、レビンのホイールですね。まあ、純正のホイールなんですけど、が違うだけで、はい。まあ、峠シリーズだったら、それ専用の、峠シリーズ専用のデカールもついてます。はい。こっちは普通のデカールですね。になってます。はい。で、足回りとかなんですけど、まあ、富士見さんで、したらちょっと、ブレーキローターとかね、サスとかショックとかっていうとこが、ちょっと部品が多くなってます。一個ずつね、細かい部品を4つぐらいですね。分けて、つけていくと。それで一つの部品になるっていうやつですね。はい。で、ホイールの内側なんですけど、ポリキャップで、なりますので、まあ、この純正のホイールでも合いますし、ここにね、ちょっと、用意したんですけど、これ、グラちゃんの、ホイールですね。14インチのホイールなんですけど、マーク1とか、で、星型のホイールですね。になってるんですけど、それも合わせたら、ね、これも、裏ポリキャップの方なんで、合うかなと思いまして、ちょっと今度ね作る時には試そうかなと思います。はい。今回はまあこれね2つきっとあるんですけど、こちらの峠シリーズのレビンの方の部品を紹介していきます。はい。また近々ねこちらのトレノの方の部品も紹介していきます。で、前回ちょっと動画で紹介したね、ワークスの高の、セリカですね、の、LB ワークスかなの方も紹介をしたんですけど、もう一つね、ワークスの高の330のセドリックの方もまたね、近々紹介していきたいと思います。はい。今回はこちらの峠シリーズのレビンの方 AE111 のレビンの方を部品紹介していきたいと思います。それでは、少しお待ちください。はい、お待たせしました。はい、これね、なぜ今キットプラモデルのキットの部品紹介だけで、動画を毎日ね、上げていくっていうのは、ちょっとね、僕、
今時のこの風邪をひいてしまいまして、ちょっと細かい部品とかをね、作る気力がちょっとない今ないので、部品紹介だけでね、ちょっと毎日今上げてます。はい、まあはい、皆さんね、風邪とか体の方ではね、気をつけてください。はい、まあ一応ね、これ峠シリーズの、この峠シリーズのレヴィンの部品紹介をしていきたいと思います。はい、一応ボディですね。はい、峠シリーズのこのレヴィンの方は、部品は白色です。はい、でトレノの方、これですね、トレノの方はこういう感じの青色ですね、青色というか、まあ、紺色の色になってます。はい、まあ、どちらも足回りも部品も一緒なんで、まあ、色違いだけですね。はい、それとかレヴィンとトレノの違いだけです。はい、まあ綺麗です。はい、トレノの方はね、ボディはちょっとめちゃくちゃ磨かな傷だらけなんですけど、これはレヴィンの方はね、はい、まあほとんど軽く磨くぐらいでいけるかなと思います。ひけもないですしね。はい、本当のシュッとした細かい傷ですね。はい、は屋根の方ですね、一部だけ、はい、ありますが、ほとんど綺麗ですね。はい、こんな感じです。はい、で足回り、これとこれとこれとこれ、これかな。はい、でこちらですね、こちらとかの部品をつけていって、4つか5つの部品をつけていって1つの足回りになります。はい、そんな感じです。はい、まあ一応ね、フロントリアの足回りで、レヴィンの方のバンパーで、ダッシュボードですね。はい、ワイパーとかシャーシですね。シャーシもめちゃくちゃ綺麗です。はい、で内装と、で足回りとかマフラーとかですね。はい、でこちらがレヴィンの方の純正のホイールかなになってます。はい、で普通のレヴィンのデカールと、で峠シリーズの専用の、はい、デカールになってます。 TRD とかねになってます。でヘッドライト、テールとか、ガラス面のクリアパーツになってます。で、まあどっちも、このホイールっていうのは履けます。まあ純正のね、このキットについてるホイールもいけますが、このね、まあ先ほど言いましたマーク1とか、ほんで星型のホイールですね。で、ちょっと探したんですけど、十字みたいな感じのホイールですね。はい。で、一個これ、今、ブレーキローダーかな?つけてるんですけど、
はい、はめるだけなんですけど、ちょうどこういう感じでできるんで、まあ青島のホイールでも、この方の富士見のね、ホイールでも合うと思います。はい、ダミアとかね、まあ一部のホイールっていうのはピンですね、裏がピンになっているので、まあそれはいけダメだと思うんですけど、裏がね、ボディキャップの方でしたらいけると思います。はい、まあ、またね、作る時に、紹介します。まあこのホイールですね、一個ずつつけていって、こんな感じですよっていうね、紹介もしてみたいと思いますんで、まあよかったらまたその時は見てください。はい、今回は、峠シリーズの、これは富士見さんのキットですね、峠シリーズの AE111 のレビン BZG っていうやつですね、はい、の部品紹介をしてみました。はい、それではね、今回はこんな感じで紹介を終わらせてもらいます。次回の動画もお楽しみにしていてくださいね。はい、お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではバイバーイ。